どうもチョロです。ポケガル PVP の動画を上げております。今回はですね、シャドウグライガー、ベロリンガー、ランターンというパーティーでね、スーパーリーグ潜っていこうと思います。で、1戦目なんですが、相手がシャドウグライガーということで、まあ、どっちが先に先制できるかっていう感じにはなると思うんですけれども、まあどうだろうな、相手の技もちょっと気にはなりますね。とりあえず、まあ、ツバメ打っていったんですけれども、同発では勝てたんで、これはあれかな、交代消してくるようなパターンになってくるのかな、おそらく。まあ、そんな感じにしてくると思うんですけれども、どうかなって感じですかね。で、相手が技打ってくるんですけれども、まあ、こっちも受けちゃっていいかな。うん、で、まあ、交代消されたらどうしようかな。まあでも、まあ、ベロリンガも裏にいるし、なんとかなりそうな気はするんですけれども、まあ、とりあえず2発目打っていって、まあ、おそらくね、まあ、交代消してくるんですよ。で、まあ、出てきたポケモンがランターンということで、まあまあ、これはね、まあ、いいでしょう。で、まあ、これに対してベロリンガを投げていくことになるんですけれども、これはあれかな、もしかしたら、パーティー、あれかな、同じパーティーなのかな。まあ、そんな気もしないでもないんですが、まあ、ここはね、こっちが有利な対面なんで、まあ、技受けながら戦っていくことになるんですけれども、まあ、パワーイップでね、シールを剥がしてしまえば、その後はね、戦っていけるんじゃないかなと思います。ただ、ま、相手のグライガーがね、ゲージ溜めて後ろに下がってるんで、まあ、そこはちょっと意識しながら戦っていきたいですね。だけで、まあ、パワーイップ打っていくんですけれども、まあ、おそらく張ってくるんじゃないかな。まあ、張ってきて、で、シールを剥がせるので、で、2枚目も剥がしていってって感じにしていこうかなと思います。こっちはまだ10万ボルトでも食らえる HP 残ってますね。だけど相手がね、ここで技打ってくるんですけれども、来ちゃっていいですね。もうシルラード取って戦った方が有利になると思うので、まあ、受けていって、まあ波乗りだったんで、これであれば全然いけるかな。だけどパイプ打っていって、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、次は受けてくるんじゃないかな、さすがに。なんか受けてきそうな気がしますね。で、まあ実際受けてきて、で、戻してきたんですけれども、まあここでゲージ入ってくれる分には OK なんじゃないですかね。だけど、答え消しましたね。まあ、それはそれで OK でしょう。これで、まあ、こっちのグライガーはやられちゃうんですけれども、まあ、この後ベロリンが投げていって、おそらく相手ね、もう一発技打ってくると思うんですよ。うん、技打ってくると思うので、まあ、それは受けていって、で、シルアード取った状態でランタンで起点作って、最後を見ていくって感じですね。まあ、草がいなければ勝てるんじゃないかな。だけど、ね、相手がね、ここでね、なんだ、とどめさせてくるんですけれども、まあ、この後はスパークで起点もらっていって、相手のランタンを追い詰めてますし、うん、まあ、3匹目次第かな。だけで、あれですね、スパークで起点、あ、相手が諦めましたね。大戦ありがとうございました。うん、ラストがもうランタンに勝てない手だったんでしょうね、きっとね。うん。まあ、あれからミラーパーティーかなともちょっと思ったんですけどね。で、まあ次の対戦なんですが、相手が、シャドウハガネイルということで、まあこれ一見出しがちのようで結構押されますよね。結構というかむしろ負けるんじゃないかな、ハリハリしていったら。まあ、ブラフ込みで相手がシルラ貼ってくれればっていう感じになってくるとは思うので、まあこれはもう素直に打っていってシルラ剥がすことに専念しようかなと思います。だけど相手がね、サイコハグ打ってきて、結構受けてますよね、ダメージ。もう半分ぐらい持っていかれてるんで、まあそれ考えるとやっぱりね、タイプは通常有利だけど、有利じゃない感じがしますよね。で、まあ、シールを剥がしていって、で、まあ、これ、ベロリンが投げていきましたね。まあ、ベロリンがこいつに対してね、まあ、刺すってないんですけど、まあ、でも、パワーイップでも十分ダメージ取れると思いますし、あのままグライガーで突っ込んでもね、分が悪いのでね、まあ、ベロリンが投げていったって感じですかね。で、相手がそのまま突っ込んできて、で、パワーイップ打っていったんですけれども、まあ、逃げられないタイミングで打ったんで、まあ、これはあれかな、シールラ貼ってくんのかな。まあ、貼ったら貼ったらシールラード取れるんで、全然構わないんですけど、貼ってきましたね。うん、で、ここら相手が帰ってきて出てきたポケモンが不思議バナということで、これはあれですね、全然押せますね。シールラードを2枚取ってますし、うん。まあ、3匹目にランタンが刺すってのはいけるんじゃないかな。むしろここで不思議バナ見れたら大きいですね。だけで、なんだ、のしかかっていって、まあ、できればもう一発のしかかりたいところなんですけれども、打ってくるかな、打ってきましたね。しっかり数えてましたね、相手もね。うん、まあ、これはもういいでしょう、受けちゃって。あ、でも、あれから貼って打っても面白いかもしれないな。うん、そうっすね。貼って打っていく感じにしましたね。だければ、のしかかっていって、で、これで相手がギリ残るかどうかってラインだと思うんですけれども、どうだろう、ギリ残って下舐めだけで倒せたら、かなり美味しいですね。うん、で、まあ、実際ギリ残って、まあ、さすがに倒せなかったか。まあ、でも OK でしょう。相手のシールド2枚剥がしきっていて、うん、で、まあ、この後戦えるんなら悪くないですね。これ、あれからランタンで来てもらいに行こうかな。あ、でもグライガー普通に出しましたね。で、まあ、ここに対して相手が投げてくるポケモン次第なんですけども、出てきたのが、マリルリということで、まあ、ランタン投げておけばもう勝ち確ですかね。まあ、相手も諦めるんじゃないですかね。波乗り受けていって、まあ、これで多分落ちると思う。あ、諦めましたね、相手も。うん。まあ、ランタン相手にシールラードを1枚取られてて、うん。で、まあ、最後マリルリじゃあこれ諦めるしかないですよね。
大変ありがとうございました。まあ、このパーティーはね、もう本当にただ強いポケモンを3匹並べたって感じですね。で、まあ、実際このパーティー強くて、まあ、結構勝てましたね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がマンタインということで、これはね、突っ込んでいけば確か勝てるはずなんですよね。どうだったかな、なんかそんな気がしたんですけれども、どうだったかな、なんかいつもこっちがね、マンタイン使った相手がシャドウグライガーの時はそんな感じだったんで、なので、まあ、できるだけ突っ込んでいっていいと思うんですけれども、ただ相手もね、結構溜めてきてやってるんで、これあれから交代系な感じで、ペロリンダ投げていこうかな。まあ、シールド2枚剥がされるのもね、あれですしね。だから相手が技打ってくるんですけれども、打ってきたのがツバメということで、これは良かったですね、ツバメで。で、出てきたポケモンがトリテプスか、ちょっと重たいですね。トリテプスか、嫌な相手が出てきたんですけれども、というのも、初手にマンタインがいるってことは結構電気対策してるんじゃないかなと思って、まあ、裏にバラとかいったらちょっとやばいなって気はするんですけれども、まあ、とりあえずね、この対面自体はね、もう突破することできないんで、まあ、削れるところまで削ってっていう感じにしていこうかなと思います。だけど相手がストイッチ打ってくるんですけれども、まあ、7発で打ってくるんでね、まあ、そこはね、しっかり技の回数合わせて打っていったって感じですかね。この後どうだろうな、まあ、パワーイッププラスのしかかりギリいけるかな、微妙なラインだな。のしかかっていって交代時間回す感じにするのか、回んのかなこれ、なんかちょっと微妙なラインだと思うんですけれども、まあ、とりあえずのしかかっていって、まあ、相手張ってこないと思うので、まあ、少しでも2分でダメージ取っていって、あ、これ交代時間回した感じですね。初手何でしたっけ、初手何でしたっけ、なんか出し負けていたからベロリンが投げた気がするんだけどな、どうだったかな、あ、満点か、満点ならまあ悪くないっけ。で、ヌオーか戻ってきたのかな、まあ、ヌオーだったら戦えそうですね。まあ、こっちに決めてないんでマットショットでダメージ取るしかないんで、これ対面返してしまえばなんかランタンが通りそうな気がしますね。ただまあちょっとね、ヌオーはね、回転早いですし、まあ、アクアテール痛いですし、まあ、厄介な相手ではありますよね、なのでまああれかな、シルロゴハリハリして、まあ、ここで頑張って起点作って、起点じゃないと、ヌオーの削りを入れとかないと、まあ、ランタンもちょっと厳しい相手なんで、なのでまあここはあれですね、シルロ2枚使ってでもダメージ取っていくって感じですかね。相手もシールド使ってきて、で、まあ、相手打ってくるんですけれども、これも張っちゃうかな、張ってツバメ打ってシールド剥がすか、まあ、ダメージってとこ迫っていって、で、まあ、ベロリンガで奇襲かけるみたいな感じでやっていこうかなと思います。ちょっとヌオがね厳しいですね。で、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、まあ、おそらく張ってくるんじゃないかな。こっちの動き見て張ってもおかしくないですよね。張ってこなかったですね。これ張ってこないんだったらいいんじゃないかな、これはあれですね、対面なんとかなりそうですね。だけど相手がここでとどめを刺してきて、まあ、ここにはベロリンが投げていくことになるのかな。で、倒しきれて、でここにはおそらくランタンじゃないと、何だったっけこいつ、何だったっけ、トリエプスが戻ってくるので、パイプ打って、これ入れたらランタン投げていくって感じですかね。初手が満タインだったので、まあ、ランタンで結構押せるかな、どうかなっていうラインではありますね。だけで、突っ込んでいくんですけれども、相手にシールドアード1枚取られてるんで、ちょっと厄介ではありますね。で、まあ、ストレッチってくるんですけれども、まあ、これはどうだろう、3分の1ぐらいのダメージなんじゃないかな、ランタンの耐久力だったら、そうですね、3分の1、いや 4割ぐらい入ったかな、3割5分ぐらいかな、まあ、でも OK でしょう。あとは、これ受けてくれたら嬉しいですね。シールドはまだ残ってるん で、まあ、受けてくれたんで、まあ、満タインにかけてきたと思うんですけど、ちょっと満タインだとランタン厳しいんじゃないかな。相手としては取りで大事にした方が良かったと思うんですけれども、まあ、でもこちらとしてはラッキーでしたね、で、まあ、ツバメはこれぐらいのダメージなんで、あとは、まあ、相手は諦めましたね。大変ありがとうございました。相手としてはね、やっぱり取りでにシールド使った方が良かったですよね。こっちのポケモンも分かってますしね、あれは失敗だと思いますね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がジャランゴだっけ、で、まあ、これ出しがちですね、しかも色違いか、相手いいな、色違い取れなかったんですよね、私ね。なので、まあ、ちょっとね、羨ましくはあるんですけれども、まあ、痛そうなんで、とりあえずシールド貼っていって、相手が交代してくるのかな。で、出てきたポケモンがエアームドということで、これもランタンで追っかけていけば OK ですね。しかもスパイク型連れてきてるんで、どうだろうな、相手が、まあ、やるとしたらもうブレイバルで、まあ、無理やりダメージ取っていくぐらいのことしかできないんじゃないかな、で、まあ、相手がブレイバル打ってくるんですけれども、まあ、全然受けられるんで受けていって、この後スパークだけで持っていけるかな、どうかな、まあ、できればスパークだけで持っていきたいんですけど、打たないともう一発打たれちゃいそうですね。なのでしょうがないんで、まあ、波乗り入れていって、これであれかな、まあ、張ってこないでしょう、まあ、倒せるので、まあ、戻ってきたジャランガ
ジャランコ、ジャラコではないんだな、ジャランガに、まあ、技打っていくんですけれども、張ってくれるんじゃないですかね。どうかな、まあ、10万ウルト結構入ると思うんですけどね。まあ、今一つとはいえ、張ってこなかったですね。で、もう一発波乗り打てると思うので、まあ、これ打っていって、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、どうだろう。さすがにもう張ってくるんじゃないかな、起点作ってますしね。張ってきましたね。うん。で、こっちは奇襲気味にグライガー投げていって、まあ、これで相手がね、シールが張ってくるか張ってこないかなんですけれども、まあ、起点作ってるには張りたいんじゃないかな、おそらく。そうっすよね、張りたいですよね。で、まあ、もう一発ここでツバメ打ってたんで、まあ、これ倒していって、まあ、もうほぼ勝ち確じゃないですかね。うん、まあ、3匹目に、あれですね、ベロニーが刺さってるかどうかっていうラインになってくると思うんですけれども、シールラールも取ってますし、まあ、これいけると思います。うん、そうですね、相手も諦めますね。大さんありがとうございました。今のバトルはまあ出しがちから順当にいけたって感じですかね。まあでも色違いじゃらんがいいな、羨ましいなって感じなんですけどね。まあでもコミュでやるかな、うん、来年の6月ぐらいですかね多分。でまあ次の対戦なんですが、相手が不思議花ということで一応出しがちかな。で引き先がエンペルトということで、まあこれはね、あのちょっと出すのくれちゃったんですけれども、うん、まああれですね、あのエンペルト相手だったらランタンで詰めていっちゃって OK ですね。まあ、ドリルクチバシとハイドロカノン、まあハイドロカノンの方がダメージ取れるかな。まあ、今一つ、同じ今一つでもハイドロカノンのダメージ、効率いいんで、なのでもハイドロカノン打ってくるんですけれども、まあ、これもスパークだけで持っていけそうですね。なのでスパークだけで持っていって、で、こっちの HP をね、削ってもらってね、起点作られないようにして、さらにね、あの、なんだ、不思議花にダメージを取っていくって形にしていけばね、全然戦えそうですね。というわけで、スパークだけで持っていって、で、不思議花戻ってくるんですけれども、まあ、10万と波乗りぐらいは打てるんじゃないかな。まあ、10万、10万はちょっと無理かな。うん。まあ、でも、あれかな。ただ、ちょっと起点作られちゃいますね。もうちょっと HP 削ってもらってもよかったかなって気もしないでもないんですけれども。とはいえ、あんま削られすぎてもね。うん、あの、技打たれちゃったら厄介なんでね。うん。で、まあ、10万でダメージ取っていって、もう一発10万いけるか。10万2発いけたんで、まあ、悪くはないんですけれども、ただ、ちょっと起点作られるのは美味しくないですね。どうしようかな。この後、不思議花のハードプラントをグライガーが、受けていくってことになると思うんですけれども、うん、一発受けていくかな、どうかな、相手が変えてきましたね。で、最後出てきたポケモンがオーダイルということで、ここではベロリンが投げておけば OK ですね。で、まあ、相手のが先着地してますし、まあ、回転も早いので、うん、まあ、ハイドロカノン入れてくるんですけれども、ベロリンがハイドロカノン確定には取られてないんじゃないかな、確か。うん、取られてないんで、まあ、いけると思います。で、こっちとしてはもうシールド剥がしてしまえば OK ですね。なので、パイプ打つまでもなくのしかかり打っていくんですけれども、これも食らえますね。さっきのダメージ感覚だったらね、あの、シャドウクロー込みで一発食らってまだ黄色になってないんで、ってことは食らえるってことなんで、まあ、これ受けていって、で、まあ、のしかかっていくんですけれども、まあ、相手としては、まあ、不思議花とね、グライガーの対面はきついですしね、まあ、シールド貼らざるを得ないですよね。なので、のしかかっていって、で、もう一発のしかかっていって、まあ、これでシールド2枚目をいけるんじゃないかな。まあ、張ってこなければね、その後は、あの、ツバメだけで持っていけると思うので、なので、あれですね、翼だけで持っていけると思うので、うん、で、突っ込んでいって、結構起点作られてますね。ちょっと厄介だなと思ったんですが、相手がここで、ハイドロカノン持ってきて、まあ、これはもう受けちゃっていいかな。まあ、受けていって、で、こっちは開地のツバメ返しで、トルマ刺していくって感じか。で、まあ、変えてくると思ったんで、すぐには打たなかったですね。で、相手がハードプラント打ってくるので、まあ、ここ張っていって、あとは、翼レースだけで持っていけるんじゃないかな。うん、で、まあ、2発分貯めてしまえば、相手シールド残ってないですし、勝ちは確定だと思います。相手も諦めましたね。大地さんありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあまあね、普通に強いポケモン並べて、まあ、よくあるパーティー、になったはなったんですけれども、まあ、それだけやってやっぱ強かったですね。まあ、来シーズンね、ちょっとグライガーがね、まあ、せっかくシャドウグライガー作ったんですけど、弱体化入るじゃないですか、穴を掘るとか。うん。それがね、ちょっとね、残念ですよね。うん、本当にせっかく作ったのに、まあ、作って1回、2回ぐらいしか使ってないんじゃないかな。1回、2回っていうか、1パーティー、2パーティーぐらいしか使ってないんじゃないかな。もうちょっとね、シャドウグライガー楽しめる時間が欲しかったんですけども、せっかく作ったのにね、まあ、弱体化入っちゃうんでね、まあ、終わりとまでは言わないけど、まあ、でもやっぱりちょっと弱くなるかなって気がしますね。まあ、格闘ポケモン相手には、まあ、まだまだ戦えるんで、ただ、まあ、格闘ポケモンカウンター減るから減るんだろうなって、まあ、気もしないでもないですね。まあ、そう考えると、ちょっともうグライガーはどうなんだ、来シーズンの活躍はそんなに今シーズンとか先シーズンほどできないんじゃないかなって気もしますね。で、まあ、パーティー全体の構成としてはね、まあ、とりあえず出しとけば雑に処理シャドウグライガー、
ね、書店来て、で、まあ、引き先、万能なベロリンガ入れて、うん、で、あとはね、なんだ、まあ、いろいろ刺さるランタンを入れたっていうだけのパーティーなんで、うん、まあまあ、ね、強いポケモン並べてるじゃないですか。うん、まあ、結構勝てましたね。この前にね、組んだパーティーがね、すごく、ダメで、ボツになったんですけど、20戦ぐらい潜って2勝ぐらいしかできなかったかな。ちょっとね、やばすぎたんで、まあ、刺さってはなかったんですけど、もともと。まあでもね、このパーティーに帰ってから、ね、ちゃんと、なんだ、しっかり勝ち越せるようになったんで、やっぱり、まあ変なことしないでね、まあ強いポケモン入れとくと、まあ強いですよ。うん、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事して概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。